はい、ベネックス川越店に来店しました。はい、はい、一発目はパイングミやっていきます。はい、はい、まずは右奥です。はい、景品立った、ね、うん、ちょっと立つとは思わなかったんだけど、まあ立ってもチャンスなんで。はい、で何がチャンスかっていうと、こっから奥をねやってください。はい、景品が重心がね、あの軽い方を狙うと、はい、なので景品の上の方を狙ってください。そうすると動くので、こんな感じでグイーンと、もうあともうちょいだったね。うん、ただこんな感じ。次右アームで、はい、はい、奥狙います。あ、邪魔にちょっと癖が強いね。うん、はい、ゲットです。ありがとうございます。はい、ゲットしました。はい、次は甘夏みかん。これワッフルなんだね。うん、面白い甘夏みかんのワッフル。はい、右横狙っていきましょう。幅が広い。左手前狙っちゃうんで、はい、はい、狙っていきましょう。ちょっと、あ、結構ねじれた。で、バークロスになって、あ、この形になる。手前の、左手前でやっていきます。はい、よし、入って、また転がるかな。お、右奥狙っていきます。はい、あの景品の角よりもちょっとこう奥を狙う感じにするといいかなと。あー、もうちょいか。で、この状態になった場合はもう抱え込む感じで、はい、はい、両アームで景品の側面を両アームで掴むような感じで狙うと、はい、取れます。すごい。ありがとうございます。次はハイチュウのファンタージーでいいのかな、これ。はい、はい、やっていきます。はい、右奥ね、やっていきます。だいたいいつも右奥だね。はい、右奥ね、やっちゃいましょう。回してください。うん、200円だったら嬉しいんだけど。うん、うん、いけちゃいそうだね。あ、ここの突っ張りの出っ張りだ。ああ、この出っ張りがなければ落ちたね。うん、左アームで右に倒す感じで、うん、右側がもうほぼ落ちてるんで、はい、持ち上げないでね、あまり持ち上げないでね。おー、危ない。ゲット。ありがとうございます。300円ゲットしました。次は一段のラーメンでやっていきます。この一段のラーメン高いんですよ。ドンキで500円するんで。え、高い。動いた。そう、びっくりした。確か2食で500円、いや、1000円だったかな。平行移動していただきましょう。はい、平行移動していただきましたんで続けます。はい、はい、右奥腹に狙っていきます。隙間に入ってください。よし、右が入って、 OK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 。 右アームだけ気にすればいいんで、右アームだけあの隙間に入るように。ギリギリかな。今度は奥なんですけど、あの突っかえ棒のちょっと手前を狙う感じで、はい、入った。お願いします。よし、ゲット。ありがとうございます。ちなみにこれはドンキで1000円します。はい、針も狙っていきます。はい、右アーム奥刺していきます。ネジで、あ、ネジではなかった。ネジではなくて、突っかえ棒乗ったけど動いたね。うん、最短、最速手前で、はい、はい、狙っていきます。あー、倒れてくれた。これ使ったのに。うん、はい、最速手前です。これ突っかえ棒超えるんで、はい、分かりやすいかなと。そうそう、この形です。右側、アームぶつかるかな。ちょっとぶつかったか。これで左アームで、よし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 、両アームで抱え込む感じで持ち上げます。
あー、惜しい。持ち上げるような感じで。はい。よいしょ、ゲットでーす。ありがとうございます。次はフェットチーネグミでやっていきます。はい。はい、まあ、定石の右奥で、重心がね、あの右側が軽いんで、こういうことでしょう。あ、立った。立った場合は、寄せや豆で、両方で持ち上げて、はい、あ、ということで、この形、はい、両方のアームで持っていきましょう、はい、手前狙います、はい、で、右に、あ、OK、はい、この形になった場合は奥の方でやっちゃって、真ん中よりもちょい奥の方で両アームで持ってきます。あー、惜しい。はい、今の感じで、はい、奥狙っていきます。ちょっと奥だね、はい、ちょっと奥だね、うん、で、両方で掴んで持ち上げて、美味しいもんね。はい、ゲットです。ありがとうございます。では次はピュアグピュピュレピュレ組か、はい、はい、やっていきます。ちょっと今回はあのグミが多いかと思うんですけど、はい、先月の動画であのコメントいただきまして、はい、あのグミがどうしても沼ってしまうから、グミの動画をあの多く出していただけるとありがたいってことだったので、はいはい、グミを多く取っていきたいと思います。はい、まあ、ちょっと夏なんでチョコはやっぱり景品少ないんですけど、グミが結構多い分、はい、いいかなと。ぜひこういうコメントどんどんしていただいて、はい、いただきたいなと思いますので、はいはい、いつでもコメントお待ちしてます。はい、はい、ゲットです。レモン味狙っていきます。はい、右奥狙いで、あの景品が上の方は軽いんで、はい、はい、そっちを狙っていくと、あー、ちょっと回しすぎちょっと回しすぎ。左奥狙っていきます。はい、で、左奥からこう回していく感じで、爪がギリギリ入ったかな。で、重心的に下が重いんで、はい、この景品の下が重い方に行けば、はい、OK です。はい、次はグレープ狙っていきます。さっきとは置き方が違うけど、はい、まあ、右奥からやっていきましょう。はい、平行移動してもらいましょうか。はい、平行移動していただきましたので続けます。はい、右奥ですね。右奥狙って回していきます。はい、結構熱量が、あ、でも奥まで行ってくれたから、うん、お、惜しい。また右奥回していきましょう。はい、よし、 OK、 これでいくでしょう。はい、ゲットです。じゃあこれ最後4種類目の夏色梅ソーダ。ちょっと今適当にやってしまったんですけど、事故んないことを願って。危ない、よかったよかった、ゲットです。はい、プレイヤーチェンジしてゆずさんお願いします。はい、伊豆さんも右奥から、はい、はい、狙っていく感じで、よし、いい感じだ。あ、最後のあの角度ついたのが大きかった。はい、はい、じゃあ次は左奥になっていきます。はい、伸びれるから伸びれる。あ、うまい、景品を滑らせてんだ。はい、あ、下まで行った。うまい、うまい、うまい。お、200円ゲット。ありがとうございます。はい、じゃあ次はレモン味やっていきます。はい、奥にやってもこれはじいちゃんで、はい、取っていきましょう。はい、はい、ゲットです。おはようございます。はい、次はリンゴのカルピスやっていきます。1週間前にあの飲料パックの動画出してますので、はい、ぜひそちらも見ていただければ。お、はまった。100円ではまってくれた。この横向きになってる時があの一番取りやすいんで、
はい、これを目指してください。まずは、はい、左奥狙っていきます。爪が下まで入ってる。ほい、欲しい。で、奥からこう両アームで持ち上げる感じで、あー、ダメか。最後ぶつかるか、ぶつかんないで。あー、ここ入った。よし、両アームで、はい、掴む感じです。力が強すぎたかな。この手前です。手前で両アーム掴む感じでやっていきます。はい、フリックでしょう。いやー、いいね、このプルプル感。大好き。ありがとうございます。ああ、真ん中寝ないで、ここからどう。まあ、なんとか左奥狙えばいい。隙間入った。あ、惜しいね。わー、うまいな、それくぐらすの。ファイヤーですけど、はい、やってみます。これダメだったのかな。うん、下まで届くか、爪が。合わせてください。あれ、あ、行きそうだね。うん、これあるね。あの、ハイエナする場合は動きがあるかどうか、はい、はい、ここが一番なんで、はい、で、動いた場合は継続、動かなかったらもうやめるっていう形で、はい、した方がいいかなと。で、左にグイーンと。そしたらもうこれ手前を狙って、手前なんですけど、ちょっとまあ少し奥めで、はい、はい、で、持ち上げて、あー、惜しいな。もうちょい奥でもよかったのか。はい、真ん中よりちょっと奥めで、で、手前から持ち上げて、はい、ゲットです。じゃあ、ゲートでもハイヤーですけど、はい、やっていきます。これで力なかったのかな。どうなんだ。左アームで手前回していきます。ちょっと予想がなかったな。予想をちょっと厳しくして、はい、やっていきましょう。よし、いいとこ入った。これでお願いします。よし、来た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 。次はモモンガやっていきましょう。はい、全然2回なんだ、うん、いいね。もっとだ。あー、回るんだ。よし、これで。あ、掴んだ。はい、ゲットです。せーの、最後までご視聴ありがとうございました。